はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけれども、土地区画整理事業の施工者について解説いたします。誰が土地区画整理事業を行っていくかってことですね。大きく分けて民間施工の場合と公的施工の場合があります。民間事業者が行う場合と公的な機関が行う場合、大きく分けてこの2つに分けることができるんですね。で、さらにちょっと細かく分けていきます。まず民間施工の場合なんですけども、3つあって、個人施工、土地区画整理組合、区画整理会社、この3つがあるんですね。個人で行う場合、組合を作って行う場合、会社として行う場合、まあ、この3つがありますと。で、まず個人施工の場合なんですけども、施工区域内の宅地の権利者の同意を得て、で、知事の認可をもらって土地区画整理事業を行っていきます。まあ、つまり工事を行う土地の権利者、この人たちが同意をする。で、同意をした上で知事が認可をする。で、この区域内について土地区画整理事業を行っていくといった流れです。これは一人で行うこともできますし、数人が共同して行っていくっていうこともできます。一人の場合っていうのはもうすごく広い土地を一人の人が持っていた。まあ、地主ですね。地主が持っていて、その地主が土地区画整理事業を行う。まあ、こういった場合もあるということです。で、この同意っていうのは、事業計画についての同意です。で、二つ目が組合ですね。土地区画整理組合。この土地区画整理組合っていうのは、宅地の所有者、借地権者が7人以上が共同して組合を作ります。で、組合を作って、組合が事業計画を作成します。で、組合の中で話し合って、3分の2以上の同意が必要となります。まあ、組合7人以上いるわけですよね。その7人の中で話し合いをして、議決を取る。で、3分の2以上の同意があった。そしたらその後、知事の認可をもらって、土地区画整理事業を行っていくといった流れですね。で、区画整理会社。これについては、区画整理会社が事業計画を作成します。で、こういった計画でどうでしょうかっていうふうに、宅地の所有者とか、借地権者に見せるわけですね。で、賛成か反対か投票してもらって3分の2以上の同意があれば OK です。で、その後知事の認可をもらって土地区画整理会社は土地区画整理事業を行っていくと、まあ、いった流れです。まあ、ここまでが民間施工ですね。個人で行っていく。で、こっちは組合を作って組合として行っていく。これは区画整理会社に任せて区画整理会社が行っていくと。宅地の所有者とか借地権者が区画整理会社に任して、で、区画整理会社にやってもらっていくっていう流れですね。で、続いて公的施工ですね。これは3つあって、地方公共団体が行う場合、国土交通大臣が行う場合、まあ、住宅供給公社とか、まあ、こういったところが行う場合、まあ、3つありますと。で、まず地方公共団体については、市町村と都道府県に分けるんですね。で、市町村が施工する場合っていうのは知事の認可をもらう必要があります。一方で、都道府県が施工する場合は、国土交通大臣の認可が必要です。まあ、これはちょっと覚えなければいけない部分ですね。で、続いて、まあ、国土交通大臣が行う場合もあるよってことですね。まあ、これはこれで OK です。で、住宅供給公社とか、まあ、こういったところも行うことができますんで、まあ、このあたりも覚えておくといいでしょう。で、これらの公的施工の場合っていうのは、必ず都市計画事業として行うんですね。この公的機関が土地区画整理事業を行う場合、この土地区画整理事業っていうのは、都市計画事業の一環として行うって話なんです。都市計画事業の中の一つの土地区画整理事業っていったイメージなんですね。まあ、これはちょっと押さえておきましょう。民間施工の場合っていうのは、都市計画事業として行う場合もあるんですけども、そうじゃない場合もあるんですね。都市計画事業じゃなくて、まあ、自分たちで行う事業みたいな感じで行う場合もあるんですよ。なんでその点は注意しましょう。この都市計画事業っていうのは、都市計画法でも勉強した内容ですよね。まあ、分からない方はちょっと復習をしておきましょう。まあ、このように大きく分けて民間施工と公的施工に分かれますよ。で、民間施工は3つありますよ。個人施工、組合施工、区画整理会社が施工する。まあ、3つありますよ。で、公的施工の場合は、地方公共団体とか、国土交通大臣とか、住宅供給公社とか、こういったところが行うこともありますよっていう内容です。なんで、施工者についてはいろいろちょっとありますので、その点はちょっと頭に入れた上で、民間施工の場合は必ず知事の認可が必要になってくるので、この点は注意しておきましょう。
今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。